人材育成はもう絶対必要だと思うので、あのこの議論というのはすごい重要なんだと思うんですけれども、やっぱりこういうことで出てくるとその本筋からですねまたずれてくると、まあ、その、 あの何ですかね、そういう懸念というのは私は持っています。はい、川さん、こういう問題はあの行政の公平性とかね、あるいは癒着という問題が出てきたと思うんですが、僕は一番問題だったのは文書で、中学か高校時代だったでしょうかね、ちょっと難しい四字熟語で半分直礼っていうのを教わったんですね。要するに規則とか手続きとか礼儀作法がもう細々として煩雑だと。で実際例えば被災地に行くと全壊半壊かそれを証明するために大変な文書を出さない、あるいは生活困窮者が生活保護を出すときにどれだけ文書を出すか、こういうことはもう至るところに最初に苦しめられていることですよね。